はい、こんにちは、レトスの大野です。7月12日の3問に入っていきます。映画善意無過失で、8年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有し、引き続き B が2年間占有した。B は他人の土地であることを知っていた場合、B は取得事項を主張することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。答えはどうなっているか、×ですね。取得事項を主張するもの、まあ、今回で言ったら B なんですけども、B は前の占有者 A の占有期間を合わせて主張できます。これ占有期間の承継って言うんですけれども、つまり今回 A さんは8年間占有して B さんは2年間占有しているということなので、 B は10年間占有したことになります。次に前の占有者 A の占有を合わせて主張する場合は、前の占有者 A の事情、つまり善意とか悪意だったりとか有過失無過失、こういったものも承継するんですね。引き継ぎます。では本文に当てはめて考えてみます。そうすると B が善意であっても悪意であっても、前の占有者である A さんの状態を承継することができるんですね。そして前の占有者 A の状態を承継すると、前の占有者 A の占有開始時、今回の問題で言うと、これ善意無過失って書いてありますよね、 A さん。だからこの善意無過失を B さんが承継するということなんですよ。 B さん自身が悪意だったとしても善意無過失として考えることができるんですね。で、さらに先ほども言った通り、占有期間も承継するので8年プラス2年で10年ですよね。したがって B さんっていうのは善意無過失で10年間占有していることになるんですよ。で、そうすると善意無過失で10年占有するということは、時効期間満了するので時効取得を主張することができます。したがって答えは×になるということです。これ基本事項なんで絶対押さえておきましょう。短期講座の受講者様はポイントテキストで具体例を確認していただければと思います。占有の承継という部分がありますので、そちらから具体例をご確認ください。で、問2ですね。宅建業者 A が地主 B から B 所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、 A は B に対して国土交通大臣の定める標準媒介契約約款によるものを使用しなければならない、丸か×かという問題です。これは誤りですね。国土交通大臣の定める標準媒介契約約款、これは別に使わなくてもいいんですね。で、この標準媒介契約約款っていうのは、国土交通大臣が指定した売買契約書のひな型なんですよ。で、この約款っていうのは非常に細かい内容なんですね。言い換えると、法律で定められている記載事項ってありますよね。売買契約書の記載事項よりももっと細かい内容が書かれているんですよ。なので、まあ、これを使った方がいいですよっていうふうに国土交通大臣は推奨はしているんですけれども、まあ、これを使わなかったとしても違反にはならないということです。つまり別にこれを使用する義務はないよっていうことですね。ただ、媒介契約書の記載事項の中に、その媒介契約がこの、標準媒介契約約款に基づくものであるかないかっていうものは記載しなければいけないんですね。だから、この約款使わないっていうのであれば、約款に基づくものではないというふうに記載すればよいということです。で、3番ですね。開発許可です。開発許可を受けた開発区域内で、工事の完了の公告があるまでの間に、工事用の仮設建築物を建築するためには、都道府県知事の承認が必要である、丸か×かという問題ですね。で、こういった問題っていうのは、解説を丸暗記というよりも、やはり、この問題文をちゃんと理解するということがすごく重要なんですよね。個別指導でも一番最初にお伝えするのは、問題文の理解っていうところなんですよ。問題文が理解できていないと、どれだけ勉強して解説、いわゆる法律というものを頭に入れたとしても、それが使えないんですね。つまり法律が頭に入っていたとしても、得点できない。結果として合格できないということになりますので、ちゃんと問題文を理解するというような勉強を早い段階から行うということが重要です。もう理解学習の一番の基本というのは問題文の理解なので、その点を注意しながら行っていきましょう。で、この問題についてどうやって問題文を理解するのかっていうと、ちょっと、解説長くなりますので、すいません、省略させていただきます。短期講座の受講者様は、受講者専用のメルマガから内容をご確認ください。で、今回の問題はどうかというと、×です。
開発許可を受けた開発区域内で工事完了の広告があるまでの間は原則建築物を建築することができないんですね。ただし今回例外なんですね。今回例外として建築可能なんですよ。工事用の仮設用建築物、建築は可能です。で、その際に承認は不要なんですね。で、これなぜかっていうと、プレハブ小屋、ちょっとしたちっちゃな事務所ですよね。まあ、それぐらいだったら承認不要でいいでしょと。まあ、そういった感じです。もう人が住むような建物とかそういったものじゃなくて、もう簡易的な建物なので、もう例外として承認不要で建築することは可能だというふうにしています。そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。